ここからは視点を変えて海外の事例を3点ご紹介していただきたいと思います。それでは最初に佐野先生からアルベルホールさんの簡単にご紹介させていただきます。紹介していただきます。皆さん第3部ということでアルベルホールさんの講演を始めさせていただきます。アルベルホールさんはフランスの人類学者さんで、現在さまざまな活動をしていらっしゃるんですけれども、今まで20年ほど世界銀行のコンサルタントとして働いておりました。また国立自然史博物館の特権研究員でもいらっしゃいます。アフリカなどで非常にさまざまな特に大きな巨大インフラストラクチャーを建設した場合、世界銀行の財政支援によって巨大インフラストラクチャーを作った後に住民が移動する、それらの住民の生活についての聞き取り調査を行った後、現在はフランスで100人に対する聞き書き、ドルドーニ川流域の100人に対する聞き書きを実施していらっしゃる方です。今回は特に地域自治体における聞き書きの実践の秘訣、フランスのドルドーニ川流域についてはアルベルホールさんご自身がやってらっしゃいますけれども、それ以外の事例について紹介していただくことになっています。Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être venus nombreux. こんなにたくさんの方に来ていただいてどうもありがとうございます。ありがとうございます。Je vais vous parler des bonnes pratiques pour la mémoire orale des municipalités.というわけで、これから皆さんに地方自治体が実施するような聞き書きの実践の秘訣についてお話しいただきたいと思います。Je vais vous présenter l'exemple de la vallée de la Dordogne et deux autres cas en France pour que vous puissiez comparer。はい、というわけで、特にドルドーニ川流域についてのプログラム事例と、それ以外に2つの事例について少し比較のためにご紹介したいと思います。すいません、まず先にこちらを紹介してしまいましたけれども、これがアルベルホールさん、自己紹介をどうぞ。Donc, comme l'a dit Naoko, je suis anthropologue, je suis docteur de l'école des études en sciences sociales à Paris et je travaille en Afrique, en Asie, à Madagascar et plus récemment en France.彼女は文化人類学博士を博士で社会科学高等研究員でということになりまして、30年以上アフリカがマジアジアマダガスカルなどについてずっとさまざまな社会的文化的な絆についての問題に従事してたんですけれども、30年海外で働いた後、自分の、自国の母国の問題に初めて気が付いたという状況です。Alors, je travaille surtout dans les grands projets d'aménagement, les grands projets d'infrastructure, par exemple les grands projets d'aménagement urbain. J'ai travaillé à la réhabilitation de très grands bidonvilles de 50 000 personnes en Afrique. On a totalement tout refait, ça c'est un type de grand aménagement urbain. 例えば、彼女が働いているのは特に大規模インフラ、インフラストラクチャーのプロジェクトによってなんですけれども、例えばやったこととして、アフリカの都市計画としてスラム街になっているところを完全に建て直して、そこにいる住民を全員移動させなければいけない、そういう大きなプロジェクトを立てたときに、それらの住民とどのようにそこからそれらの住民の生活をどのように守っていくかというの問題を準備していました。J'ai travaillé presque 20 ans pour la Banque mondiale dans les grands projets d'aménagement.特にそのような都市計画や大きな地域計画について世界銀行で20年以上働いてきました。Par exemple, la construction du plus gros port de l'océan Indien, le plus gros port de l'océan Indien à Madagascar. 例えば、インド洋最大の港になるような、計画として、マダガスカルで起こった港港湾建造企画でありますとか、Par exemple, la construction de très grands barrages qui ont déplacé dans les 10 à 15 000 personnes qui travaillent sur ce projet. 例えば、1万人から1万5000人の住民移動を伴うような巨大ダム建設をアフリカで行った時のそれらの住民の生活の問題であります。
pour la mémoire orale, je vais vous présenter trois études de cas. ということなんですけれども、とりあえず今これからご紹介するのはフランスの事例ということになります。3つの事例を紹介させていただきたいと思います。Les trois études de cas sont en France. この3つの事例というのは全てフランスの事例です。Il faut vous dire que la France fait beaucoup d'archives orales et beaucoup de collectes de mémoire orale. フランスにおいては非常にたくさんのいわゆる根性アーカイブと言われるような、言ってみれば語ったものをある程度アーカイブとして公文書として記憶していくようなそういうさまざまな作業が非常にたくさん行われている。またそういうその公衆記憶の記憶というか収集も非常にたくさん行われています。Je vais donc vous présenter trois cas. Le premier c'est la mémoire orale des usines de Metalroi. Le deuxième cas c'est les archives orales de la communauté arménienne de Marseille. Et le troisième cas c'est un cas que j'ai réalisé moi-même.C'est la mémoire de la vie sur les bords de la Dordogne avant et pendant la construction des grands barrages. 今回紹介させていただきますのはこの3つの事例なんですけれども、1つ目がメタルユーロップ社というところにあった工場の記憶をどのように留めるかという件。そして2つ目がマルセイユにあるアルメニア人コミュニティ、アルメニア人といいますのはトルコからイランにかけて住んでいる方々なんですけれども、実はその1915年にトルコのアルメニア人大虐殺というものがありまして、大変な数のアルメニア人がその時に亡命してきているんですよ。もうすでにそれから100年経っているんですけれども、それらの方々がまだアルメニア人コミュニティというのを持っているんですが、その方たちの聞き書き記録というものを最近になって設立したということです。そして3つ目、これがアルメニア・ポールさんご自身が実現したプロジェクトなんですけれども、ドクトリガー・ユーというので巨大学校の建設されたんですが、それ以前そしてその建設中においてどのような暮らしが展開されていたかと、その暮らしの記憶をどのように残していくかというこの3つの事例ということになります。 Donc voilà une photo de Metalroi au moment où l'usine fonctionnait。ということで、まずこの事例1つ目というのがメタルユーロップ社の工場群の記憶ということになります。おまめとのこと。Alors oui, ça on est sur la photo, sur la page, sur la page. Tu vas expliquer. Vas-y, montre la photo et je vais expliquer. Ouais. というわけで、これが今稼働中のメタルユーロップ社なんですけれども、はい。Donc comme Naoko vous l'a dit, c'est la plus grande fonderie de plomb de tout le continent européen et c'est situé dans le nord de la France.ということで、このメタルユーロップ社というのは北フランスにあるんですけれども、ヨーロッパ大陸最大の鉛アイン鋳造工場でした。Mais tu peux mettre la photo, on va en parler. Alors, je ne sais pas pourquoi tu traduis, tu vas continuer. Voilà, comme tu connais le texte, tu mets la photo et on va prendre le. Donc, mettons la photo. Voilà. Donc, le site de Metalroi fait 30 hectares.ということで、この工場というのが全国で30ヘクタールだったんですね。Ce site a fonctionné pendant 109 ans, plus de 1 siècle. ということで、この工場は1世紀以上、109年間の間ずっと稼働し続けている非常に古い工場です。Et malheureusement, il a fallu le fermer. Et l'arrêt définitif est survenu en 2003. しかし2003年になりまして、この工場が残念なことに完全閉鎖されることになりました。Et malheureusement, il y a eu 830-806 ans, ce qui est tout de même énorme. というその同時に、それと同時に残念なことで830人この工場で働いていた労働者が解雇されることになってしまいました。Voilà, on va changer de lieu. Voilà. Après la destruction du site, les autres.この工場が解体されてしまった後のことなんですけれども、les anciens employés étaient très touchés parce qu'ils avaient l'impression qu'ils n'avaient plus de mémoire et ils n'avaient plus d'histoire, c'est comme s'ils n'avaient plus d'existence. かつての労働者たちが非常にその経験にショックを受けてしまいました。なぜならば、もうかつて自分たちが働いてたものが何にもなくなってしまって、まるでその通りの業が何にも残っていないのではないかというような気分になってしまったからです。Donc les anciens employés se sont constitués en une association qui a cherché mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour montrer qu'on a existé, que notre entreprise a existé, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire. Ils ont cherché, comme Monsieur le maire tout à l'heure a dit qu'il a bien réfléchi comment faire.
そのわけで、このかつての労働者たちは、一つの文化だって非営利団体、アソシエーションを立ち上げまして、自分たちがかつて働いてきた工場や、そこでの労働の記憶、そこでの生活の記憶というものを、どうやったら残すことができるんだろうということを、みんなで集って考えて、何をすればいいかということをずっと考えているんだそうです。Et ils ont décidé qu'ils allaient reconstituer la mémoire par la collecte orale. その時に労働者たちは、じゃあこれはその聞き書きという形で、まあ、交渉の記憶というものを残そうというふうに決意いたしました。これは、まあ、先ほど高浜市市長さんが説明していただいたようなその模索、そしてそこで聞き書きという方法を見つけたのと非常に同じような状態だったようです。Et ils ont décidé qu'ils voulaient faire revivre le site qu'ils avaient connu, alors que maintenant il est complètement détruit, comme vous voyez, c'est complètement détruit. Ils voulaient le refaire revivre à partir de leur propre voix, la voix des employés, et à partir d'expositions de photographies.したがって彼らの声、そしてその写真展によってかつて働いていた工場を蘇らせ、生き返らせようというような試みを始めようとしているということです。À ce moment-là, cette association d'anciens employés a demandé à deux journalistes de les aider. Ces deux journalistes ont demandé à deux étudiants de master de venir travailler avec eux. Et ils ont pris deux photographes pour préparer des expositions de photos. Et ensemble, ils ont collecté la mémoire de la communauté ouvrière dans un objectif associatif. Et ils ont reproduit des expositions.avec des photos et avec un site web. この非営利団体、文化で労働者の作った非営利団体は、まず2人のジャーナリストにこの聞き書きの記憶というものを設立してくれないかというふうに頼みました。その2人のジャーナリストが、それらの聞き書きに対するさまざまな訓練を積んでいる大学院生に頼んで、それらの聞き書きの記憶を行うように頼みました。さらに、写真家、2人の写真家をに頼んで、まあ、かつての写真や今の写真などの写真を撮ってそれを展覧会写真展として、提示することになりました。したがってその時にはその写真と彼らの記憶を全部包めた、まあ、展覧会を作ったのと同時に現在はその写真と聞き書き記録をもとにしたウェブサイトというものを立ち上げています。先ほど書いてあったメダルヨーロッパ社というのを Google で検索するとこのウェブサイトがすぐ出てくるんだそうです。Voilà, voilà pour ce projet-là, ce premier projet. はい、これが第1回の1つ目の事例でした。メタルヨーロッパ社の事例です。Pour la deuxième étude de cas, というわけで、はい、2つ目の事例に続きます。Là, ce sont les archives orales de la communauté arménienne de Marseille. これがマルセイユにおけるアルメニア人コミュニティの記憶の記憶の試みです。Il se trouve qu'il y a une communauté importante d'Arméniens à Marseille, que ces gens sont arrivés en France comme réfugiés au début du siècle dernier, vers 1916-1920, et que, évidemment, 3-4 générations ont passé, et quand ils sont arrivés, ils avaient une mémoire très forte de la vie arménienne, forcément leurs descendants ne les ont plus.先ほども説明しました通り、アルメニア人コミュニティというのはフランスに非常に多く、特にマルセイユ州に多いんですけれども、彼らが避難民、難民として逃げてきたのは1916年から1920年ぐらいの間なんです。したがってもうすでに100年経っていますので、もう3世代、4世代経ってしまっていることになります。もちろん、言ってみれば難民として逃げてきた人々は、非常に強いアルメニア人の生活の記憶というか、記憶を持っていたんですけれども、それから3世代、4世代経ってしまっているわけですので、彼らも、もう今生きているアルメニア人のコミュニティの人々というのは、それを忘れつつあるわけです。Donc là, le résultat, ça a été 106 entretiens de descendants des réfugiés arméniens, puisque malheureusement, il n'y avait plus de personnes qui étaient venues elles-mêmes à pied à travers l'Europe pour se réfugier en France. Et ils ont enregistré 162 heures pour un projet qui a duré 3 ans.そして、まあ、残念なことにその、まあ、本当にアルメニア人が逃げてきたという世代の方も本当に歩いてヨーロッパを横断してフランスに逃げてきた人々というのもすでに亡くなってしまったんですけれども、その子孫たち3世代に対して106人のアルメニア難民の子孫たちに対して全部で162時間の聞き取りを行いました。それは3年間、2019年から2014年の3年間のプロジェクトでした。
これがあのその時 の, その106人に対して行った聞き書き記録をやはりその展覧会にして提示したというのです。Donc là, la réalisation d'une exposition avec 100 portraits de l'exil, puisque ce sont des réfugiés, donc ils sont partis en exil. Il y a 100 portraits, ils sont composés des 106 entretiens, des documents que les populations exilées ont donnés de la part de leurs parents qui n'étaient plus forcément là. Donc des expositions et aussi régulièrement ils font des expositions pour garder la mémoire. このあの exposition、まあ、展覧会というのの、まあ、タイトルというのが亡命者100人の肖像、まあ、エグゼルというのは亡命者というんですけど、あの先ほど申し上げた通り、まあ、虐殺によって逃げてきた人たちですので、あのそ の, あの肖像という形で展覧会を開いたんですけど、これはあのまあ常設展ではないんですけど、何度も何度もあの繰り返しこの展示をされるようです。そしてあのこれはもちろんその聞き取り調査をしたものを提示するだけではなくて、言ってみればその、まあ、おじいさんおばあさんが残してきたさまざまな遺品でありますとか生活の道具であるという、またさまざまな持っている資料なども展示されるのだそうです。 C'est une exposition qui a eu lieu en 2015, cette année.でしたか、あのこれはここについて見ると分かりますけれども、2015年にもこの展覧会というのが開催されています。Donc nous arrivons à notre troisième type de cas que je vais pouvoir développer beaucoup plus profondément et avec beaucoup plus de détails, puisque c'est moi qui suis la réalisatrice de cette étude de cas. はい、今まで2つの事例については簡単に説明させていただきましたけれども、3つ目の事例については、より詳しく説明させていただきたいと思います。なぜならば、これはアルベル・フォールさんご自身がその計画を立ち上げ、実施しているものだからです。Donc là, je vais pouvoir vous montrer la carte de l'Europe. Vous avez la France. これがヨーロッパの地図ですね。そこにフランスがあります。Vous avez l'Angleterre, avec l'Irlande. Vous avez les pays scandinaves. Vous avez l'Espagne.Et dans ce petit carré qui est là, vous avez le sud-ouest de la France. En plein milieu de la France, vous avez un massif qui donne énormément de rivières à la France.On appelle le massif central. フランスの中央には中央山塊と言われている、あのそれほど標高は高くないんですけど、ずっと山が続くような地域があるんですけれども、その山地というのはものすごくたくさんの水源がありまして、さまざまなたくさんの川がそこからあの発して流れています。 Donc dans le massif central, cette montagne, vous avez une rivière qui s'appelle la Dordogne qui part d'ici et qui suit tout le long, et qui arrive à Bordeaux. Bordeaux, c'est l'estuaire, c'est là. Vous avez tout un estuaire qui part sur l'océan Atlantique.はい、このあのその中でも中央山塊の、まあ、一番、まあ、ピュイドドーム圏で一番右側にあたりが中央山塊なんですけど、そこからターンを発してドルドル川というのが流れています。先ほどアルミさんが指で提示したものなんですけれども、それがずっと、まあ、中央山塊からひたすら西に流れまして、ボルドーと書いてあると思うんですけれども、ボルドーというのはあの有名なボルドーワインの町ですけれども、ここは港町で、あの河岸、まあ、河口が非常に奥まっているんですけれども、川のすぐそこに港がある地域なんですね。でそこからそのエスティア、まあ、言えば河岸湾を抜けていって大西洋に達する、そういう川、これがドルドーワインです。 Entre 1920 et après la Seconde Guerre mondiale, la France a eu besoin d'électricité parce que les gens et les usines avaient de plus en plus besoin d'électricité.1920年代から特に戦後にかけまして、フランスは非常に強い電力需要というのが立ち上がってきました。なぜならその当時の工業化が行われまして、工場が多くの電力を必要としたからです。 Et une des bonnes sources d'électricité, c'est l'hydroélectricité qui est produite à partir de grands barrages. その中でも最もあの、まあ、重要な、まあ、方法というのがフランスにおいては水力発電でした。それがどうやって作られるかというと、ダムを作ることによって発電をするということですね。Donc sur le cours supérieur de la Dordogne, vous avez cinq grands barrages qui ont été construits entre 1929
et 1952-54. Cinq grands barrages pour un total de 30 grands barrages sur toute cette partie-là du bassin de la Dordogne. Et le plus grand, c'est 5 grands barrages. 特に小島ドルドル川上流域において、まあ、30個ぐらいダムがあるんですけど、その中でも特に大きなダムというのは5つ、あの赤くついていますけれども、これが1929年から1954年の間にかけて順次建てられていきます。この巨大なダムが5つ出てきています。Donc le premier qui a été construit, c'est Marel. Il est dans les gorges, il n'a pas déplacé grand nombre. まあ、この2つ目、右から2つ目がマレージュダムというんですけど、これが一番最初に建てられたダムなんですが、ここの周りにあまり人がいなかったので、水没してしまったものはなかったんです。そんなに人が多かった。Le deuxième qui a été construit, je vais vous en parler particulièrement, il a été construit pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est Leyde. 2つ目に建てられたのは、実は第二次世界大戦中に建てられたレーグルダム3つ目なんですけども、この話は後で言います。これちょうど第二次世界大戦中に建てられたのが非常に興味深いです。 L'aigle a noyé beaucoup de villages. Après la guerre, la France était complètement chaos. C'était la défaite. On était dans la pauvreté totale. On avait besoin d'énergie, on avait besoin d'électricité. Il fallait reconstruire la France. まあ、とりあえずフランスを再建するためには、もうまずなければ電力が非常に必要だということになります。工場であり、その電力を必要とずっとしていました。Il fallait de l'énergie et de l'électricité pour les industries et il fallait de l'énergie et de l'électricité pour les ménages, pour les familles, pour remonter la France, que les gens soient pas avec une chandelle et une bougie. まあ、言ってみればフランスがランプとかそのロウソクで暮らしていくというわけにもいかないということで、まず工場を動かすため、そして何よりもその家庭電力を供給するために非常に大量の電力を必要としていました。それが結局フランスを復活させることだったんです。Alors, on a construit le barrage de Bord-les-Orgues et le barrage du Chassin. ということで、戦後すぐにボーンレゾン、右側のボールダムと4つ目になるシャッサンダムが作られました。 Et le barrage de... Je vais vous parler en détail de ces barrages-là. Parce que... Et le petit barrage d'Argentat a été fait le dernier, parce que quand vous faites un tas de barrages comme ça, vous artificialisez une rivière et l'eau arrive en masse à l'aval et détruit toute la biodiversité. C'est un autre problème, mais ça ne fait rien. Il a fallu construire ce petit barrage-là à cause de ça. On va passer à la dernière étape. Voilà. Donc, les gens qui ont vécu sur le bord de la Dordogne ont un souvenir de à peu près un siècle de la vie sur les bords de la Dordogne. Et ces gens-là, ce sont les derniers qui ont connu la vie sur les bords de la Dordogne avant les barrages. つまりこの100万、もうほとんど100年前から今に至るまで、まあずっとそのドルドル川に暮らしてきた人々というのがいるんですけれども、今生きている人たちというのがドルドル川沿いにダムが作られる前のことを覚えているというか、最後の世代ということになります。Parce que quand vous faites un barrage, vous faites un énorme lac en amont du barrage, et ces énormes lacs sur la Dordogne, ils font 30 km. Et chacun de ces énormes lacs a avalé des villages, a englouti des villages. まあ、なんだろう、結局ダムを作るというふうになった時にどうしてそんな環境が変わってしまうというと、ダムを作ることによって人口が変わります。要するに人口の湖ができてしまう。それがまあ30キロ、倍、30キロにもなるような湖ができた場合、その湖の下にたくさんの村が沈んでしまう、水没する村が出てきてしまうということになります。Et comme vous le savez, je l'ai dit tout à l'heure, moi-même, quand j'ai travaillé avec la Banque mondiale, j'ai déplacé des dizaines de milliers de gens. あの、先ほどアフリカさんが紹介した話でありますように、彼女は世界銀行ですとかアフリカ諸国などで巨大インフラストラクチャーができた時に、何万人という人たちをその住民移動させなければいけないというような状況に立ち会っていました。Alors aujourd'hui, on déplace les gens avec des standards économiques. On leur donne des belles maisons, on essaye de les accompagner pour qu'ils arrivent à se recycler du point de vue économique, mais on considère les gens comme des agents économiques. Or, moi, je voyais bien que les gens sont un peu plus que des agents économiques, les gens sont des êtres humains.
強制移動ということがあったときにはもうすでにある一定のルールというものができておりまして、要するに水没してしまった人に対する補償というものを行います。あのその失ってしまった土地をこういくらというふうに換算してこう補償するとか、その、まあ、新しいその仕事を与えたりとか、さまざまな措置を取るというような形で非常にその措置自体はよくできているんですけれども、それが完全に住民というものの経済活動の主体というふうに見ている。でしかし経済活動の主体と言いますけれども、アルベル・フォロさんもよく知っているんですが、人間というのは単に経済活動する主体なだけではなく文化的な存在である、要するに言う人間であるということです。Donc je voyais bien qu'en Afrique, en Asie, à Madagascar, on déplace les gens dans des conditions économiquement correctes, mais il y a toujours un problème humain qui reste. Chaque Donc quand j'étais revenu en France après 30 ans à l'étranger, j'ai découvert que nous aussi on avait déplacé des gens. Et donc j'ai voulu savoir d'un point de vue humain comment ils ressentaient le déplacement obligatoire.そしてそのような強制移動によって彼らが一体何を感じたのかということ、その人間的に何を感じたのかということを彼女はとても強く知りたかったんです。 Donc j'avais découvert ces villages en outils et j'ai fait comme monsieur le maire, j'ai mis dans un coin de ma tête mais quelle méthode je vais utiliser, c'est un gros problème la méthode. そしてそれらの人々に出会って、そのさまざまなあのこう考え方をこう聞いていこうというふうになったときに、先ほど高浜の吉岡市長がおっしゃったように、一体これらの記憶を残していくためにはどのような手法が必要なのだろうかということを頭の中に一生懸命を考えました。 Et un projet de mémoire orale, plus vous travaillez à la préparation, plus vous avez de résultats.特にこれらの聞き書きというか、その交渉記憶というもののプロジェクトを立ち上げようとする場合には、あらかじめよく準備してあればあるほどより良い結果というものを得ることができます。 Donc je voulais faire un projet de développement durable pour l'avenir, pour les générations de dans 200 ans, 300 ans qui vont se dire mais qu'est-ce qu'il y avait sous ces lacs, il y avait peut-être des gens qui vivaient, comment ces gens vivaient-ils?そして彼女はあのこれから先、まあ、今持続可能な発展ということを考えるために、そしてその世代、その自分のやった記録というのが200年でも300年でも残されるような方法というものを作りたいというふうに考えました。 Exactement comme monsieur le maire s'est dit tiens mais on a des toitures magnifiques qui sont répandues à travers tout le Japon puisqu'aujourd'hui vous faites 70% de toitures à travers tout le Japon qui viennent de votre village. Dans quelques générations, les gens vont regarder ces belles toitures qui résistent à tout et ils vont se dire mais comment est-ce qu'on faisait ces belles toitures? あの先ほども高浜市長皆さんがおっしゃっていたように、今その高浜の瓦というものが、まあ、もう日本の生産の 70% を占めている。それでそんなことを言った時に、あ、まあ瓦が今あるなというふうに思っているのでは分からず、これからの子孫たちがところでこの瓦どこから来たの、この瓦って何なのというようなもうあの問いを立てた時に、それに応えられるものを作ってもらえればいいです。Voilà. Pour que ce soit vraiment durable, je suis d'abord allé voir les archives et j'ai demandé aux archives s'ils veulent que l'on fasse ensemble un projet sur la mémoire de la vallée de la Loire. そしてこのような持続可能なプロジェクトというのを立ち上げるために彼女がまず行ったことは、コレーズ県カンタル県の県立、まあ、これはそのまあそのドロドリ川が流れている地域の県立の公文書館に行って。Donc je suis allé voir les archives et j'ai suivi la méthode des archives de Madame Florence Descamps de la Sorbonne, professeure de la Sorbonne. そしてそのまあ公文書館と一緒に働くにあたって、あの彼女が取った方法論というのがフラワランス・デスカンさん、まあパリのソルボンヌ大学の、研究者なんですけれども、その人が書いた歴史家文書館と録音機交渉記録資料の確立からその活用までという本です。C'est une collègue et une amie et vous pouvez download, vous pouvez extraire le livre si vous lisez le français gratuitement sur internet.もしあの皆さんフランス語を読めるようでしたら、これ無料でダウンロードしてもらったものです。ちなみに870
ページあるんです。もう1200ページ。はい。全然いいです。